校の時やったな、あの漫画雑誌買ってきて、うん、捨てるのもったいないから漫画のコマをこう切り離して違う漫画作るっていう、うん、なんか某推理物の踏んだ一少年の不変棒と、もうほとんど言ってるし、ボクシング漫画の不変の一歩っていうのはすげえ相性が良くて、あ、いいんですか、うん、え、犯人からの電話で、うん、あの二人は昨日川に埋めたって言って、うん、踏んだ一少年がすごい絶望的な顔してるコマがあって、うん、その下に、うん、あの不変の一歩の電柱が絶対めんどくせえないて、うわぁ完全に減量失敗って面だなものすごく絶望的な空気が漂ってきやがったって本当にやってるんですね、それは。そうそうそう、ああ、それはなかった、切り張りっていうのは。そう。で、野球漫画のボールの軌道のやつが、うんうん、なんか棒がビューンって伸びてるみたいじゃん。ああ、なってるみたいですね。そう。あれが、みたいな。バカ野郎バカ野郎それとボーイズフーンっていうのを組み合わせると大変なことになる。バカバカバカ伝われ、俺の気持ちいいって言って野球がブーンって伸びてて、おい、こうじゃねえかよ、みたいな。バカじゃないの、本当に。そんなことばっか、まあ。高校生ですからね。男子高校生の会話はこんな。それが最近出てきたから、なんか出てきたんですか？持ってくるよ。あ、え、見たい見たい。ラジオでちょっと。本当ひどいぞ。ひどそう。本当見える範囲がちょっとわかんない。経団者の人見ちゃダメよ、俺本当に。